エルゴン山は、ウガンダケニア国境にまたがる縦上火山。エルゴンという名は、南陸の洞窟に住んでいたとされる、エルゲヨ族にちなむ。マサイ語で、オルドイニョエルグーン。ウガンダでは、マサバと呼ばれていた。東アフリカで最も古い火山の一つで、裾野はおよそ3500キロ平方メートルである。山頂部はカルゲラであり、温泉である。 スワーム川が東からケニアへ流れ出している。5つの主な峰がある。1890年 F ・ジャクソンと E ・ゲッジ、J ・マーティンがスデク・峰に記録上初登頂し、1896年 C ・ W ・ホブリーがヨーロッパ人で初めて山の周りを回った。クムンケとスティグラーは1911年にワナガイとコイト・ボスに記録上初登頂した。 登録のエン隷ベスの絶壁も名所に挙げられる。ウングワリシャ、マキンゲニ、チェプニャリル、キタムなどの溶岩道も観光の名所とされている。北、無洞窟は幅60メートル奥行き200メートルで、象が塩を食べに来ることで有名であるが、観光客に1980年と1987年にマールブルグ熱の感染者が発生した。土壌はラテライトで、スワーム川は、 んぞや川に合流するなどいくつかの川の源流となっている。ウガンダ川は山頂部全域、ケニア川は南東6がエルゴン山国立公園に指定されている。山独は両国とも比較的人口の多い地域となっている。2007年のケニア危機でも国内避難民や難民がエルゴン山周辺に流れ込んだ。ケニアでは東部にリフトバレー州トランスンぞや県、 南部に西部州マウントエルゴン県が置かれている。ウガンダでは北東からブクワ県、カプチョルワ県、シロンコ県、ブドゥダ県、マナフワ県が置かれている。ありがとうございます。